嫁が亡くなって半年、なんとか子供の前で泣かずにやってきたけど、今日、とうとう流線が決壊してしまった。昨日仕事終わって帰ってきたら、台所から、カレーの匂いがする。長女、小六と次女、小四の声もする。今日は、俺の母は、所用で我が家に来られず、包丁と火は、ばあちゃんのいるところで使うことと言ってあるので、 家事しようと思う心がけはいいが、一応注意しようと。台所に行ったら、長女が何か歌ってる。今日のご飯は、手抜きカレー、肉と野菜を鍋に入れ、水とブイヨン、ルー入れて、最後に愛情隠し味。おはぎがお嫁に行くときは、あんこときな粉で化粧して、のリズムで。だってよ。なんだよ。 それ結婚する前に当時住んでたアパートでカレー作った時歌ってたやつじゃん。ちゃっかり娘に教えてるんじゃねえよ。ボロボロ泣いてる俺を見つけて、子供たちも泣いてしまい、料理中断。三人でワンワン泣いた後、今日のカレーしょっぱいって言いながら食ったよ。愛情、しっかり入ってた。スカ、聞きすぎたバーカ。